催眠療法の個人セッション。これは1対1でやるやつなんですけども、こういうのがやります。で、標準コース、年齢対抗コース、全盛コースとかっていうのがありまして、で、催眠の詳細説明をしてですね、で、意識を子供の時代に向けてですね、お母さんのことを思い出しながらですね、催眠の状態になっていくとかですね。で、それからこっちの方は、これ意識を幼児期に戻して心の傷を癒す。ほんで、こっちの方が、前世療法、過去世解決というのは前世療法のことなんですね。で、人生の目的を知るという、こういうふうな、2日間で行う催眠療法のコース、これが一番人気なんですけども、ほんで、これは1日で行うやつと、こっちも1日で行うやつというふうな形でですね、朝から晩までみっちりやるというのをやってます。で、そうすると非常に効果的なんですね。普通の催眠療法のところは、催眠の時間になってきて、大体2時間とか1時間とかでやって帰ってくるって言うんですけども、その催眠の状態になってもですね、せっかくなって、なんか、盛り上がってきたなと思った時に終わってしまうっていうのが圧倒的に多いんですね。ところが、朝から晩までやってますんでですね、とても深い催眠の状態に入ってくるというふうなことで、効果的なんですね、こっちの方が。これを2日間もやっちゃいますので、もっと効果的になる感じで。で、この中の、催眠のですね、中でですね、まず、催眠の状態の意識状態とかってなってみますとですね、こっちの年齢対抗と意識を子供の頃に戻すんですけども、全てが頭の中の子供になるんじゃなくて、子供の意識と大人の意識が同居してるというそういうふうな状態にしていくんですね。で、そうすると年齢対抗時は子供の意識と大人の意識の両方が存在しているために、知識経験の少ない子供時代に誤解していた意見と、知識経験の豊かな大人の意識で正しく感じられると。普通の意識状態でも子供の頃のことを思い出せるんですけども、思い出す内容っていうのは子供時代に誤解していたことを思い出してるだけなんですね。普通の意識状態で思い出す、ことっていうのは。ところが催眠の状態になってくると、もっとたくさんの情報がやってくるんでですね、それを大人の意識で正しく感じられるというんで、効果的に子供の頃のですね、辛い心の傷を癒すことができるんですよね。これからまたこんなことも違います。年齢対抗の時に、お父さんをですね、子供の頃に戻して、一緒に自分がちょっとだけお兄ちゃんやお姉ちゃんになって遊んであげると。お母さんを子供の頃に戻して、自分がちょっとだけお兄ちゃんやお姉ちゃんになって一緒に遊んであげるというふうなことをすると、どういうことが起きたかというと、あなたがちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親を感じることができると。そうすると理論的にではなく、子供の心の奥底からも、両親も辛い幼児期があったんだなとか、ミスをする自分と同じ人間なんだなっていうのが分かるだけでなく、腑に落ちるということなんで、で、普通のその意識状態ですと、自分が子供の頃はお父さんやお母さんははるかに年上で何でもできると。で、何でもできる自分の両親が、なぜ子供の頃にそんなひどいことをしたのとかっていう感じでですね、思ってるわけですね。お母さんやお父さんとしたらひどいことをしようと思ってたわけじゃなかったんだけども、人間なんで完璧でないんで、完璧な子育てができなかった。で、ところが自分の方が今度は催眠の状態で、お父さんやお母さんにも年上な状態になって一緒に遊んであげると、ああ、お父さんやお母さんも子供の頃があったんだとかって、子供の頃つらかったなとかいうふうな感じのことがですね、分かっちゃって、ほんで両親のことがですね、好きになってしまうというようなことができちゃうんですね。両親との誤解が解けると。で、それからインナーチャイルドの癒しというのをやりましてですね、インナーチャイルドという感じですね、心の中の子供の部分なわけなんですけれども、目の前にそういうインナーチャイルドをイメージしてですね、子供の頃のつらかった思いを聞いてあげると、だから欲しかったものを与えてあげると。で、こういうふうにしてですね、ハッピーエンドで、催眠療法を終わらせることなんで、子供の頃に意識を戻して、つらかった子供の頃のことを思い出してどうすんのと、つらくなるだけじゃないのとかっていう方がですね、たまにいらっしゃるんですけども、そうじゃないんですよと。一番最後のハッピーエンドで終わるんで、とってもいい気分で、お父さんやお母さんのことが好きになったりとか、自分の心をですね、癒すことができるんですよと。そうすると、心の中のモヤモヤが取れて、過去に引きずり直されるようになってくるという、そういうですね、非常にいいことが起こるわけですね。で、私たちが子供の頃に体験した出来事、で、それに付随する思いというのがあるんですけども、この成長するに従って、どんな出来事が起きたかって忘れちゃうんですね。そうすると、辛い思いだけ残ると。そうすると、なんか同じようなことが起こると、なんかしないけど辛いんだよね、なんかしないんだけど大変なんだよねとしてですね、これが何だか分かんないんで、ずっと辛い人生を送っていかなきゃいけないんですね。ところが年齢対抗になって、これが辛かったっていうのだと思い出していくと、ああ、これかと。で、これは子供の頃辛かったんで、大人の自分としたらもう対処できちゃうわけですね。そうすると、これが対処できんで、これもなくなるという、こういうですね、すごいことが年齢対抗によって起きてしまうんですね。